女性からは圧倒的な人気を誇り、選挙で悔しがる姿さえ絵になる男でした。色紙はやっぱりこれだけ嫌いだか。橋本龍太郎氏は1937年生まれ。慶応大学を卒業後、父良吾氏が亡くなったことに伴い衆議院選挙に出馬し、26歳の若さで初当選を果たしました。今の自民党のあり方には満足していらっしゃいますか？満足はしません。政党組織自体が非常に未熟なために、どうしても議員政党になりがち。これが一番の欠点で、国民感情をそのまま的確に反映しているかどうかには随分疑問があります。父親が体が不自由だったこともあり、厚生行政に力を入れ、41歳の時厚生大臣として初入閣を果たします。なかなか父には及びませんけれど、自分なりに一生懸命やっていきたいと思いますから、どうぞよろしく。政界きっての政策通として知られた橋本氏、行政改革に取り組んだほか、運輸大臣時代には国鉄の分割民営化を実現しました。一方で多趣味としても知られ、剣道の腕前は5段。大臣時代にはその特技を外交交渉の場で用いることも。橋本氏を総理に押し上げた原動力、それは国民、特に女性からの圧倒的な人気です。石原慎太郎氏、河野洋平氏とともに三本の矢と呼ばれ、選挙戦では全国から応援依頼が相次ぎました。3人で回られるとね、これは自民党の人気取りじゃないかと言われますけども、それはだってまさに自民党の人気を少しでも良くしようと思って回ってるんだもん。間違いなし人気取りなんだよ。間違いなし人気取りなんだよ。また当時一世を風靡したスポーツ選手や俳優陣と並び、ベストドレッサー賞を受賞するおしゃれな一面も。あんまり気を使ってないな。いつもなんとなく自分で自分に合いそうなものを着て出てるっていうことです。訴えたいと思っていることを一言に要約するなら、元気を出せ日本、元気を出せ日本。満を持して総裁選に出馬したのは1995年、小泉純一郎氏との一騎打ちでした。大方の見方は橋本総裁実現決定的という見方のようでありますが、そういう状況であるとしてもですよ、私の票の出具合以下によっては人事構想は私は変わってくるんじゃないかと思います。今日私は挑戦者としてここに初めて上がったわけです、正式に。それを今から人事はこうであるというのは私は少々僭越だと思います。まあ、橋本先輩の胸を借りて明るく爽やかにやっていきたいと思っております。胸借りてって言われたんですけど、胸貸したら土俵の外へ弾き飛ばされちゃいそうな。橋本龍太郎君が当選者と決定いたしました。そして1996年、橋本龍太郎さんの衆議院規則突如退陣を表明した村山総理から禅譲される形で第82代内閣総理大臣に就任。自民党総裁が総理に就任するのは2年半ぶりのことでした。眠れなかった。ものすごい。だから今マイク貸せ、マイク貸せ、マイク貸せ。ちょっと頼むから家帰って枕とか持ってきてくれて頼んで。ちょっと失礼してカンニングペーパー上に上げるから。就任早々大きな関門として立ちはだかったのが、住専住宅金融専門会社の不良債権処理をめぐる問題です。政府は6850億円の公的資金を投入する方針を打ち出しますが、新進党など野党側はこの予算案に大反対。審議を妨害するため委員会室にピケを張る実力行使に出たのです。
3月6日まで引き揚げを成功させれば政局に持ち込めることは確実。よし、おい、カメラやめろ、カメラやめろ、カメラ。衛視に向かってバカるとはなんだ。外交面では日米安全保障協力の再構築を図りました。普天間飛行場は今後5年ないし7年以内にこれから申し上げるような措置が取られた後に全面返還されることになります。沖縄のアメリカ軍普天間基地の全面返還で合意するなど在日米軍基地の整理・縮小に取り組み、内政面では中央省庁の再編や地方分権をはじめとする行財政改革を推し進めました。97年9月には無投票で自民党総裁に再選、長期政権に向け足場を固めようとしたこの頃、日本経済に暗雲が立ち込めます。誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございません。どうも。11月中堅の三洋証券が事実上倒産したのをはじめ、北海道経済の柱だった北海道拓殖銀行が破綻。さらに私らが悪いんであって社員が悪くありませんか。どうか社員の皆さんに応援してください。当時四大証券の一つだった山一証券が自主廃業に追い込まれ、金融不安に拍車がかかります。橋本氏は2兆円の特別減税の実施を打ち出すなど対策に乗り出しますが、経済を取り巻く状況は一向に改善せず、翌98年に行われた参院選で自民党は予想外の惨敗に終わります。全てをひっくるめて私自身の責任ですし、力不足、それ以上に言うことはありません。力がフランス、アメリカ2001年再び自民党総裁選に出馬しますが、小泉旋風の前に今度は敗北を喫した橋本氏。2005年の総選挙には出馬せず政界を引退しました。